修介おじさん、お元気ですか？今日は相談したいことがあって手紙を書きました。去年の夏、天狗祭りで有名な福島の白峠村というところに大学の友達と旅行に行ったのですが、その時に撮った写真の中におかしなものが写り込んでいたんです。右側の後ろを向いている女の子の背中に人の顔のようなものが浮かび上がっているのがわかりますか？彼女はこの写真を撮ってから数日後に自殺しました。でも彼女は恋愛も順調だったし、就職の内定も決まっていて、死ぬような動機は全く思い当たらないのです。私は、彼女はこの背中の目に呪い殺されたのではないかと思うのですが、おじさんはどう思いますか？ホラー作家の修介おじさんならきっとこういう現象に詳しいと思うので、ぜひ意見を聞かせてほしいです。申し訳ありませんでした。駅まで迎えに行けばよかったんですけど、到着時間がわからなかったもんですから。でも入れ違いにならなくてよかったですよ。ここ私一人しかいませんから。お一人でやってらっしゃるんですか？ええー、5年前にね、脱サラしてここ始めたんですよ。民宿の親父が憧れでしてね。居抜きで買っちゃいました、30年の。
渋いですね。秋吉宗へようこそいらっしゃいました。私主人の宇田川と申します。宇田川さん、お世話になります。あれ、この浮世絵東海道五十三次ですよね。さすが作家先生、よくご存知で。先生はやめてください。そんなに揺れてないし。またまたそんなね。これって三重の小野ですよね。あら、あ、お気づきになりました。うわ、嬉しいな。いや、うちではですね、お客様の出身地に合わせた宿場の絵を飾らせてもらってるんですよ。それで予約の時に出身地を聞かれたんですか。結構喜んでいただいてるんです。へえ、いいサービスですね。あのお夕食まで少し時間あります。あの、よかったら温泉にでも。ちょっと散歩に行ってきます。ああ、そうですか。あ、だったらね、そこを山登ったところにある白浜屋川の位の滝なんかいかがですか。綺麗ですよ。何かいるんですか。いいところですね。空気も澄んでて。自然を自然に健康家族ドコモ永谷園の提供でお送りします。Thank you.
留守かな。教団の人間がどこに隠れてるか分かりませんから。え？教団？先ほどお電話いただいた方ですよね。道夫です。道夫修介、真備先輩の大学時代の後輩です。先生すぐ戻ると思いますので、どうぞ。すいません、私北見凛と言います。バイトで先生の助手をしてます。はあ。使いますか？は？コーヒー。ああ、ブラックで。でも真備先輩も大したもんですね。自分の事務所構えて、著書もいっぱい出して、最近はテレビや雑誌なんかにも出てるんでしょ？肩書きは何になるのかな。霊媒師？霊媒師っていうのも違うんですよね。先生幽霊とか信じてないみたいだし。え？でもネットで検索したら心霊現象とかを研究したり解決したりしてるって。そうなんですけど、どちらかというと霊現象が存在しないことを証明してばっかりいるっていうか、この間も宗教団体を一つ潰しちゃったんですよね。あ、さっき出た教団って。はい、霊感商法が問題になってるところで、先生信者全員の前でそこの教祖を言いまかしちゃったんです。それで信者がみんな辞めちゃって、逆恨みした一部の幹部の人たちから嫌がらせされてるんです。変わらないな。大学の頃から先輩と議論して勝てる人なんていなかったから。でも意外です、先生を訪ねてくるお友達なんて初めてです。はい、どうぞ。ありがとう。先輩はちょっと変わってるからね。ああ寒いね。先生お帰りなさい。あ、先輩お久しぶりです。一応君久しぶり。15年10ヶ月ぶりだね。君作家やってるんだって。今日は何？取材か何か？あ、ですね、ちなみに君、僕にもコーヒーをください。はい。で、どうしたの？あ、はい、これなんですけど。この写真は白峠村という福島にある山村付近で撮影された。そしてこの女性は間もなくして自殺した。え、なんで？北見君あれを。はい。同じような相談が3件寄せられている。ちなみにこの3人の人物はそれぞれ何の関わりもない。共通しているのは背中に目のようなものが映り込んでいる。これらの写真がいずれも白峠村とその近くの藍染町で撮影された。そしてその後全員が自殺していることだ。あ、暗いの滝、僕ここ行きました。ここで変な声が聞こえたんです。例オグロアラダロゴって。例オグロ
あらだろごラテン語かな。あれってやっぱり幽霊の声なんでしょうか。そんなこと僕は知るはずないでしょうね。え、だって先輩は心霊現象の研究家なんでしょ。表のプレート見てないのかい。僕は心霊現象を研究してるわけじゃない、探求してるんだ。僕は決してオカルティストではないからね。オカルティスト、心霊現象なんかのオカルティズムを信奉している連中のことだ。僕はただ純粋に探しているだけで、あると確信したわけじゃない。かといって科学万能主義者でもない。100枚の心霊写真が科学的に光のいたずらだと解明されたとしても、101枚目の心霊写真が本物である可能性を否定することはできないはずだ。つまるところあるかもしれないし、ないかもしれないというのが僕のスタンスだよ。ただし僕は霊が存在してほしいと強く望んでる。今回はなかなか見込みがありそうだ。道夫君、君が持ち込んでくれたこの一件、首を突っ込ませてもらうよ。お願いします。道夫君。はい。ところで君、どんな小説書いてるの？こいつ。白峠村と隣接する藍染町付近ではこの2年の間、4人の少年が行方不明になっている。神隠しだ。最初に亡くなった少年だけは遺体が発見された。ただし見つかったのは頭部のみだ。何者かに首を切り落とされ、その首が暗いの滝の滝壺に浮かんでいたそうだ。ぬかざわ光一君8歳。ひどいな、こんな子供。これは光一君、光一君の目の部分を拡大したものだ。そしてこっちは背中の目を拡大したものだ。同じ。つまり自殺した人たちの背中に現れたのはぬかざわ光一君の目。これを見る限りそういうことになるね。寒いですね。白峠はもっと寒いよ。何しろ山の中だからね。あんたたちは記者さんかい。はい。いや、最近は少なくなったけどな。あの事件のすぐ後には、いろんなとこの記者さんが白峠に押しかけてきたもんだ。カメラがないってことは雑誌かなんかの記者さんかい。いえ、僕たちは。よくわかりましたね。そりゃわかるよ。俺の目はごまかせねえよ。このショーケース、なんで空っぽなんですか。ああ、それな、天狗饅頭やら天狗の飴やらを売ってた時に使ってたやつだ。昔からこの辺りは天狗伝説で有名だ。天狗伝説。土産物なんかも天狗天狗で稼いだもんだ。やけどな、例の事件があったもんだから町議会で天狗なんとかはもうやめようってことになってな。子供たちの神隠しに配慮したということですか。そうよ、天狗さらいよ。この辺りの人間には殺された子も行方不明の子たちもみんな天狗にやられたんだって本気で信じてるやつもいるんだわ。でもまあ、土産物はやめても年に一度の天狗祭りだけはやってるけどな。お祭りって盛大にやるんですか。そりゃもう大したもんだよ。ここいらのふもとから天狗の張り棒でくっつけた出汁がたくさん山に登ってくんだ。屋台もあるし踊りもあるし、そりゃもう
賑やかだ。祭りの時はな、みんな天狗の面かぶって歩くんだ。子供らそりゃもう喜んでかぶってるわ。天狗の面ですか？あのお祭りでよく見るプラスチックの。いやいや、ここらでそんな安いもんかぶってたらバカにされちゃう。そうなんですか？そうよ。まあ一番高くてかっこいいのは木彫りの面だ、うん。まあ最近じゃ面打ち職人も減ってきたな。山の方にはまだ結構いるけどな、うん、俺ん家にも最高級のヒノキの面がある。ぬか沢さんって職人に彫ってもらったやつだ。ぬか沢さんというのはぬか沢光一君のおじいさんですか？ああ、さすがだね。記者さんは詳しいね。あの人もかわいそうだ。お孫さんがあんなことになっちまってな。しかもよりによって天狗祭りの日だ。あの日以来ぬか沢のおじいさん天狗の面打ちやめちまった。ここいらで一番の職人だったんだけどな。そうでしたか。今でも毎日滝に通って光一君を偲んでるってよ。そもそも光一君があんな姿で見つかったの、天狗の仕業だなんて言い出したのもぬか沢のじいさんだ。わしが下手な面を作って売ってたりしてたから天狗様のたたりにあったって言ってたんだってよ。天狗のたたり。殺した？こっちです。結構歩きますよ。どれぐらい歩くの？2、30分です。2、30分？はい。君ね、2、30分って10分で随分違うよ。どうなの？リザ、大丈夫？はい、頑張ります。先輩、本当にあるんですかね？ん？さっき言ってた天狗の神隠しあるよ。え？ただしそれが天狗による神隠しかどうかは分からないけどね。どういう意味ですか？神隠しっていうのは原因不明の行方不明という不可解な現象に対する一つの解釈なんだよ。日本の山岳地方では天狗は山中の怪物としてはダントツの大被曝だ。だから昔から山岳地方で不可解な現象が生じた場合、人々はその現象を説明する手段として天狗という怪物を持ち出すことが多かった。例えば夜中に木を切る音がして大木の倒れる音が聞こえた。でも翌朝行くと倒れた木などどこにもない。そんな現象は天狗倒しと名付けられて天狗の仕業にさせられた。じゃあ誰かが行方不明になった場合も？そう、それが天狗さらい。天狗による誘拐だ、うん、行方不明者は天狗の住む異界へ連れ去られたと解釈されたんだ。あ、この音この間も聞いた。なんだか寂しい音ですね。お待ちしておりました。いやー、箱の間は突然お帰りになってしまわれるから。でもよかったです、またお越しいただけて。
嬉しいです。あ、お荷物を預かりましょう。結構ですよ。あ、先生って未直のことやめてくれって言ったんですけど。奥様、お荷物お預かりします。いや、違うんです。宇田川さん、この人は僕の奥様じゃなくて。え、ああ、じゃあこちらの方の。は、面白いことおっしゃいますね。木南君、僕たちが夫婦だってさ。この先生と私が同室です。え、しまった、すいません、勘違いしてしまって。私ね、昔から本当にそそっかしいもんですから。あ、道夫君から聞いてますよ。粋なサービスですね。男性のお連れ様は神奈川、女性の方は東京と先生の方から伺っておりますので、お気に召していただけたら幸いです。53次ってことは53枚全部持ってらっしゃるんですか。あ、いえ、それはですね、あ、北見君、広重の東海道53次の絵は53枚じゃないんだ。出発地点の日本橋と到着地の京都の絵も合わせて全部で55枚あるんだよ。お詳しいですね。いや、それぐらいは常識ですね、道夫君ね。え、ああ、宇田川さんの部屋にも飾られてるんですか。いえ、ご出身はどちらで。私はあの静岡です。あれ、おまんじゅう、すいません、ちょっとお茶菓子忘れちゃった。すぐに取ってきます。ご主人、あの、出かけますんでお構いなく。ご主人、感じのいい人ですね。呼び鈴だそうですよ。いいですよね、素朴で。石君の首はこの滝そばに浮かんでいたそうだ。僕もこの辺りで聞いたんです、あの不思議な声。例お黒わらだ、どこ。ねえ、今はどうだい、何か気配は感じるかい。いえ、今は何も。例お黒わらだ、どこ、どういう意味なんでしょう。あ、それと声を聞いた時、あの辺りを白い服の女性が一瞬横切ってスッと消えたんです。うん、白い服の女、顔は見ました。綺麗だったけど妙に青ざめてて。君の言う美人は昔からあぜにならないからな。ちょっと道夫君、こっち。はい、うん、後ろ向いてみて。あ、ほら、実験してみないと背中に目が映るかどうか。ちょっとやめてくださいよ。映ってないですね。あの人、先輩、こんにちは。失礼ですが、ぬかざわさんですか。何か見えますか。見えませんか。多分僕も同じものを探してるんです。お邪魔しました。頑張んなよ。
先輩。ゴビラさん、ゴビラさん、先生はうちの大事なお客様です。もしも万一のことがあったらもう…もう心配ねえだろう。怪我もしてねえみたいだし。それで一体何があったんですか？知らねえよ。いきなりぶっ倒れたんだ。ぬかたさんは先生の命の恩人です。ありがとうございました。お家まで車で送ります。いいよ。あんたも仕事があんだろ。それより、はい、孫がいた気がした。え、孫がいた気がしたんだ、あの時。それで思わず振り向いたら、あの男がフラフラしてた。あんたにはねえが、そんな時。ねえがな。あ、すまねえ。なんでもね、じゃあいいもんだら。いや、でもお送りしますよ。いや、そうですか。あ、気をつけてください。すいません。寒い。お、道夫君、お目覚めかい？はい。きっと疲れが溜まってたんですね。私も貧血気味の方だから分かります。貧血？いや、そうじゃない。また聞こえたんです、あの声が。うん。今度はゴビラサ、ゴビラサって聞こえました。ゴビラサ、レオグロアラダロゴ、ゴビラサ。ゴ、失礼します。あ、お帰りなさい先生。いや、もう大丈夫なんですか？すいません、ご心配おかけして。いや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 、あ、よかった。もうびっくりしちゃいました。お夕飯どうしましょうかね。やっぱりおかゆかなんかにしましょうか？え、もう大丈夫です。普通のお料理でお願いします。あ、はい、楽しみにしてますよ。ご主人の料理は絶品だと聞いてますから。実は私も楽しみにしてました。いや。いや、何でもないです。いや、失礼しました。いいですよ。え？お夕飯一緒に食べましょう。あ、はい。すいません。そしたらね、それ盛り付けておいてください。いちごですか？あ、そうなんですよ。あ、リンさん、はい、ちょうど上がったとこだからね、あのお皿に盛り付けておいてください。はい、先生、このお魚のお皿に付けますか？いや、頑張ります。きれいにしてらっしゃるんですね。いい匂いですね。いや、でも驚きました。お食事ご一緒したいと思ってること、どうして分かっちゃったんでしょうね。私はそんな顔してましたか？あ、いえ、私が一緒に宇田川さんと食べたいなと思って。あ、みんなで食べた方が楽しいし。ありがとうございます、嬉しいです。ほら、普段私誰かと食事することないでしょ。だからね。あれ、ご主人割と忘れっぽい方ですか？大事なの忘れちゃうのがね、ちょっとおっかなくて。ホワイトボードずいぶんたくさんありますね。ね、今日も頑張ろう、
歌川さんらしいな。あ、ご主人ご主人、これは、ああ、それ呼び鈴なんですよ。先生たちのお部屋にあったでしょ、紐。あれを引っ張るとこれがひら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 揺れるんです。音が鳴るわけじゃないんですか。換気扇回すとうるさいでしょ、厨房って。だからね、鈴が鳴っても聞こえないんじゃないかと思って。さて、ほらほら急がないとね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お待ちさまでした。今ね、お茶入れますからね。ね、ご主人。はいはい。ご主人はどう思われます。お、何がでしょう。その例の子供たちの連続失踪事件です。村人の中には天狗の仕業と本気で信じている人たちもいると聞きました。まあね、この辺りに古くから住んでる人の中にはそういうふうに思ってる人もいるかもしれませんね。え、どうおっしゃいますと。白峠の名前の由来ご存知ですか。え、最初はね、白という文字はついてなかったんです。昔ね、ここら一帯で起こった原因不明の病気で大勢の人たちが死んだことがあったんですよ。いや、死んだのは村人たちだけじゃないんです。村人と天狗です。天狗といっても本物じゃないですよ。そのね、山の中で修行していた山伏です。どうもこの昔の人ってのは天狗と山伏を混同してたらしいんですよね。赤ら顔や高い鼻といった天狗のビジュアルはね、山伏からイメージされたものとも言われてますよね。正確に言いますとね、死んだのは村人だけで山伏たちには被害者は出なかったんです。というのもね、後できちんと調べてみたら、これ原因は疫病だったんです。だから山にこもっていた山伏たちは被害に遭わなかった、うん、でもね、その当時疫病なんていう知識はないでしょ。村の人たちはみんなどん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 こう不安になっていって、村中がパニック状態に陥っていった。そんな時人はどうすると思います。無理にでも何かに原因を求めるでしょうね。そうです。そこで村人たちは川の水が汚れているからだと考えて、神様を殺したんです。神様を殺す。神殺しですね。古来一つの部族が何らかの要因で秩序を保てなくなった時、彼らは自分の神を殺すという行為を行うことがあったんだ。そこで村人たちは山伏を、天狗を皆殺しにしました。皆殺し。同じ川の水に頼って生活してるのに、被害に遭わなかった山伏たちの強靭さに神秘的なものを感じた村人たちは、何事じゃ、山伏を都合よく神格化して神殺しを行った。つまり自分たちの不幸を解決する道具として利用したわけだ。はい。しかも村人は山伏たちを殺した後、首を切り落として滝壺に捨てたんです。どうして。何しろ山伏たちは驚異的な力を持ってましたからね。ただ殺しただけじゃ生き返ってくるんじゃないかと不安だったようです。それ以来ここいらの地名には白がつくようになったんです。シャレ神戸ですね。シャレ神戸。白という漢字の由来にはね、いくつかの説があって、白は頭蓋骨を表しているというものもあるんだ。天狗のシャレ神戸。そういえば藍染駅の駅員さんから聞いたんですが、光一くんがさらわれた日、
彼はぬかざわさんが作った天狗のお面をかぶっていたそうですね。ええ、発見された時は外れていたようですけども、お面とトキンは後で川島で見つかったそうです。トキンって何ですか？ん、山伏やそれを模した天狗が額に乗せてるやつだよ。頭巾と同じ字ですね。うん、字は同じだけどね、全くの別物だ。トキンは額に乗せる装飾品だ。頭じゃなくて額ですか？うん、そうです。ゴムでね、こう耳のところにこうかけるんですよ。宇多川さんは天狗祭りには毎年行かれてるんですか？いやいやいや、毎年その時期は満室で忙しいから。ああ、でも一度だけ5年前ここに初めて来た夏は行きましたね。家内がどうしても見たいっていうもんだから。家内って？これが奥様。4年前に亡くなりました。ここへ来て1年経たないうちに病気でね。綺麗な人ですね。少しブレてしまってますね。この日は風が強くてね、三脚がぐらついちゃったんですよ。宇多川さん、いい笑顔ですね。ちょっとやめてくださいよ。ねえ、両方の親に結婚反対されたりして、まあいろいろあったんですよ。それはもしかして奥様の障害のせいで？え、先輩、あ、どうしてそれを？音が聞こえなくても気づく予備輪、声が聞こえなくても会話のできるホワイトボード、あれは全部奥様のためのものだったんじゃないですか？あ、ホワイトボードには2種類の筆跡がありました。生前奥様が書かれたものがそのまま残されているんですね。いや、まあいったな。はい、おっしゃる通りです。アキコは、あの、カナの名前アキコって言うんですけどもね、生まれつき耳が聞こえなかったんです。ごめん、ね、障害なんかにへこたれない明るい性格で、あのほら入り口のね、変額アキコが書いたんですよ。民宿を開くのは二人の夢だったんですよ。やっとそれが叶って、さあこれからって時に病気が見つかっちゃってね。神様ってもんがいるんだとしたら、なんて意地悪なんだろうなって。何にも悪いことしてないのに、なんで明子のこと連れて行っちゃったのかなって。道夫君、君はどう思う？死んだ人間と交信する回路は存在すると思うかい？晩年のエジソンは死者と交信する装置の発明に没頭していたらしい。
ほう。おやすみ。おやすみなさい。ここまでは自然を自然に健康家族、永谷園ドコモの提供でお送りしました。ここからは自然を自然に健康家族、何なんですか一体。 NTT ファシリティーズ永谷園の提供でお送りします。あ、リンさん、おはよう。リンさん、ゆうべ麓の藍染町で自殺した人がいるらしい。おはようございます。おはようございます。朝食をお持ちしました。自殺したのは路坂美希夫、42歳、無職、独身。死因は農薬の服毒による中毒死とみられる。第一発見者は大家の溝野木正恵、住所は秋田美子メモ。はい。ネットでそんなことまでわかるんですか。うん、いや、公安の知人にね、詳しいデータを送ってもらったんだ。公安。うん、前にね、お偉いさんの息子をインチキ宗教から脱会させるのを手伝ったことがあってね。あれバレたらただことじゃ済まないじゃん。だろうね。だろうねって。路坂さんの周辺を探ってみよう。自殺は我々が調べているセノメとの共通点だ。何かいいヒントが見つかるかもしれない。ここですね。103103。まったくいい迷惑だよ。人の貸してる家の中で親子二人で自殺だなんてさ。親子？それは路坂美希夫さんの親御さん。そう、母親。2年前に風呂場で手首切ったんだよ。認知症ですか。ああ、息子の方は介護ニートっつうの。もともとろくでもない人間だったから生きててもしょうがないと思ったんでしょうよ。もういい？寒いから閉めるよ。ああ、ちょっと待ってください。すいません。これに見覚えないですかね。誰これ、知らないよこんな人。いや、あのこの背中のここ。やだ、何これ、気持ち悪い。もういいでしょ、閉めるよ。待って。なんだ。良平、奥行ってな。本当に閉めるよ。今回の件とはやっぱり関係なさそうですね。北見君はどう思う。あの大家さんの言ってたことは全部本当です。そっか、本当ですって。随分はっきり生きるね。
ああ、それは。リンさん。良平くんでいいんだよね。私はリン、北見リン。ねえ良平くん、何か知ってるんじゃない？知ってたら教えてもらえないかな。知らない。本当は見たんじゃない？陽平くん、おじさんの叫ぶ声がして、窓から見たらおじさんが倒れてて、背中のところに誰かの目が浮かんでて、その目がこっちを見たんだ。言いたくないこと言わせちゃったね。良平くん普段から見えるの？みんなに気持ち悪いって言われる。母ちゃんに。そっか、わかるよ。私も同じ。見えるの？私の場合は霊じゃないけどね。見たくないのに見えてしまう。こんな力欲しくなかったってよく思う。どういう意味ですか？彼女にはね、人の心を読む能力があるんだよ。心を読む能力？そう、超感覚的知覚。人がする言葉や表情などから相手の思考や情報を感知する能力が彼女は人並み外れて高いんだ。あの、あ、いや、何でもないです。いやいやいや、失礼しました。いいですよ。え、お夕飯一緒に食べましょう。あ、はい。美翔君、僕は調べ物があるから先に帰っててくれ。こんにちは。なんだ、昨日は助けていただいたそうでありがとうございました。その礼をわざわざ言いに来たのか？
はい。これつまらないものですが。入んな。失礼します。失礼します。あれは ご焼香させていただいても。本当に、なんていうか、俺のせがれと嫁が早くに死んじまったもんだから、光一はずっとここで俺と二人きりだった。こんなじいさんだけれどもよくなずいてくれてな。あんたたち白峠に何しに来た？あ、観光に。ここは環境もいいですし。へえ、こんなどこに天狗が隠れてるかわかんねえようなとこがか。光一は天狗様にさらわれたのよ。昔の村の連中が悪さして、おまけに俺なんかが調子に乗って下手くそな面作って売ってたからよ。ただでさえ短い人生をさ、こんな飯も作れねえようなじいさんと一緒に過ごしてた。もっといろいろと楽しいことさせてやればよかったなあって思うのさ。じゃあ僕たちはこれで。お邪魔しました。そこはもう使ってねえ。光一がいなくなってから。見せていただいてもよろしいですか？もしかしてあれがトキンですか？なんだよ、よく知ってんな。宇田川さんに教えてもらったんです。あれを額の上に乗せてゴムで留めるんですよね。ゴム？でたらめだ。天狗や山伏の時代にゴムなんかねえべ。あ、そうですね。
帰りました。あれ、宇田川さん買い出しかな。やっぱり買い出しか。こっちが宇田川さんの字だね。今日も頑張ろうか。あのホワイトボードってさ、奥さんとの思い出を残しておくためのものなんだろうな。大事なことを忘れるのが怖い。宇田川さんそう言ってたもんな。道夫さん、先生が結婚してたことご存知ですか？してた？それって亡くなりました。結婚してたのは私の姉です。つまり私は先生の義理の妹。そうだったんだ。ひき逃げ事故で犯人まだ捕まってないんです。だから先生は宇田川さんや糠沢さんの気持ちが痛いほどわかるんだと思います。そっか。先生にも宇田川さんにとってのホワイトボードのようなものがあって、姉からの手紙なんですけど。手紙？ああ。結婚後にやり取りしてたみたいです。おかしいですよね、毎日一緒にいたのに。道夫さん、なぜ先生が霊現象の探求所を開いたと思います？え？姉にもう一度会いたいからです。僕は霊が存在してほしい強く望んでる。死んだ人に会う方法がきっとあるはずだって。君は霊が見えるのかい？それを見つけるために霊と呼ばれるものを探して、どんなものなのかを知りたいって。これ見てくれるかな？何か感じるかい？そっか。ああ見えて先生は姉のこととなるととても脆くて、ギリギリの境界線にいるんです。だから私、先生が向こう側に行ってしまわないようそばで見守っていこうって、そう決めたんです。それで先輩の助手を？はい。でも すいません、やっぱりお戻りでしたか。いや、実は下まで買い出しに行ってたもんですからすぐに夕食の支度を始めますんで。そういえばお腹空いたかも。いや、若い人の食欲はすごいから作りがいがあります。私そんなに大食いじゃないですよ。待て待て、昨日こんな山盛りかと。そんなにやってませんよ。ね、食べてましたよね。ただいま。あ、お帰りなさい。お帰りなさい。お寒かったでしょう。あ、皆様、今夜の夕食は雨ごとふきのとうの天ぷらでございます。お楽しみに。あ、じゃあ私はそれ。
何か収穫ありましたか？うん、小坂さんの周辺を調べてる最中にね、面白いことが分かったよ。面白いこと？ご主人のことだ。宇田川さんの？彼は人を殺してるね。ふわふわふわり、ふわゆくとにやってきた。さっきのあれ何なんですか？宇田川さんが人を。失礼します。お写真お持ちしました。恐縮です。お茶入れましょうね。ご主人、2年前の平成22年10月21日、この日は一組もお客さんがいませんね。10月21日といえば天狗祭りの日です。他の年はいつも満室なのに、どうしてこの日だけ？まあそんな時もありますよ。お子さんの一周忌だったからじゃないですか？お子さんって宇田川さんの？ああ、ご主人のお子さんは3年前の天狗祭りの日に川で亡くなったんだ。名前は秋吉君。秋吉、この民宿の名前って。昨日これを拝見した時、不思議に思ったんです。この写真は妙に低いアングルから撮られている。そしてもう一つ、写真がブレているのは風で三脚が揺れたせいだとご主人がおっしゃっていましたが、それほどの強風ならば当然奥さんの髪も乱れてるはずです。でも少しも乱れていない。以上の2点からこの写真はカメラ慣れしていない幼い子供が撮ったものと推測されます。そして何よりお二人のこの笑顔はカメラの向こうにいる愛しいものを見る時の眼差しです。はい、チーズ。今揺れたんじゃないか？大丈夫だよ。本当に撮れてんのか？本当だよ。ちょ、あのね、いいか、これはさ、こうやるだろ、うん、5分覗いたらば、ゆっくり、おお。何なんですか？それ、あなたの仕事、何の関係があるんですか？わかりません。ただ僕は、自分の取り組んでいる仕事の周囲にある不可解な部分を少しでも取り除いておきたいんです。ちょっと先輩。だからね、あなたの仕事とね、私の家族のこととね、何の関係もないでしょって言ってるんですよ。ところがあるつながりを見つけてしまったんです。路坂美希夫さんの母親、路坂すずさんは自殺と言われていますよね。町の人から聞きました。あなたは、息子の秋吉君は野坂すずさんに殺されたのだと警察に訴えていたそうですね。すずさんが亡くなった日、野坂さんの家から中年男性が飛び出してくるのを見た人がいるそうです。目撃した老人は認知症気味で、証言もくるくる変わるので警察も信用しなかったそうですが、
土佐か鈴さんのところへ行ったのはあなたですね。秋吉美は随分寂しい思いをさせました。こっちへ越してきてからなかなか友達ができなくて、でも秋子が死んでからますます仕事が忙しくなってきたこともあってなかなか構ってやれませんでした。でもそんな時に、お父さん、おう、やっと友達ができたんだよって報告してくれたんです。すずさんっていう名前のおばさんでね、ハーモニカがとっても上手なんだって嬉しそうに話してくれました。それからは毎日のようにすずさんにハーモニカを習ってくると言って出かけるようになりました。あの日もすずばあさんに会いに行くと言い残してそのまま人と帰ってこなかった。大人がついてながら なんで川で死ぬようなことになったのか、どうしても納得がいかなかった。電話帳で調べたらですね、この辺りで鈴っていう名前の人間は一人しかいないんです。それでね、電話帳の住所を頼って確かめに行ったんです。秋吉がどうして死ななければならなかったのか。でもあのおばあさんすっかりボケててまともに会話もできなかった。何をしてかすかわからない危うい目をしてました。秋吉ですよ、子供です。あの私のいつも一緒に遊んでたんですよね。はぁ、あの子がね、あの溺れてる間何してたんですか。何がおかしい。おい、あんたが殺したのか。あんたが殺したんだろう。殺した。秋吉が何したってんだよ。あんた幼い子殺しといて、なんでのうのうと生きてられんだ。あんたが死ればよかったんだよ。殺した、私が死ね。その足ですぐ警察へ行ってあのばあさんのこと調べてほしいって頼んだんですが相手にされなかった。どうしても気が済まない私はその翌日あの家を訪ねたら。入りますよ。あのばあさんが死んでたんです。本当に自殺なんですか。おばあさんは自殺です。ご主人は殺したりしてません。北見君が
違うというのなら違うのだろうね。でも私が殺したようなもんです。あのばあさんが死んでしまったらもう真実は永久にわからない。もしもあのばあさんが秋吉を殺したのだとしたら謝ってほしかったですね。秋吉を殺した罪を償ってほしかった。ラジの少年から借りてきました。小学校2年生の国語の教科書です。ここを見てください。優しいお子さんだったんですね、秋吉君は。忙しいあなたに心配かけまいと友達ができたと嘘をついていたんでしょうね。鈴おばあさんのハーモニカ。鈴おばあさんの家は小さい町の外れにあります。鈴おばあさんは一人暮らし、毎日畑の手入れをしています。一日の仕事が終わってハーモニカを吹くのがおばあさんの一番楽しい時間。でも吹ける曲はたった一つ、あのキラキラ星だけでした。彼が毎日遊んでいたのは物語の中の鈴おばあさん。空想の友達と一緒に河原でハーモニカを吹いていたんです。実際には一人で。秋吉君は他殺ではありません。不幸な事故だったんです。残酷すぎませんか、あんなこと突きつけるなんて。事実を知りながら隠す方が僕は親切だと思うけどね。でも確かに今は辛いかもしれないけど、ご主人はずっと秋吉君と鈴さんのことで苦しんできたんだと思うんです。だから真実を知ることができてよかったんじゃないでしょうか。これを乗り越えれば前を見て生きていけるんじゃないかなって。そろそろ休ませてもらうよ。明日まず早く調べ物に出かけるからね。もしもし。あ、どうも。
これからですか。どうしたの？一人で来たみたいです。じゃあここ座って、今お茶入れるね。ここは渡りなよ。良平くん、ゆうべあの子を見た。あの子？聞かれたんだ、あの子に。野坂のおじさんの背中に浮かんでたあの目の男の子に。ねえ、僕の体どこって。ごめん、なんて言ったって。ねえ、僕の体どこ。ねえ、僕の体どこ。レイ、オグロワラダ、ロゴ。小一くんは、ねえ、僕の体どこって言いたかったんだ。レア君、おじさんと一緒に来てくれ。嫌だよ。頼むよ。僕が聞いたのは、やっぱり小一くんの声だったんだな。もう一つの言葉は何を意味してるんでしょうね。ゴビーラーさ。良平くん、ここは怖い。何か見えるのかい。先輩だけが悪いわけじゃ。いや、
彼に同行してほしいと頼んだのは僕だから。お待たせしました。卵がゆです。秋吉が体調崩した時ね、よく作ってやったんですよ。これ食べれば一発で元気になりますから。すいません、ありがとうございます。宇田川いるのか。おい宇田川。まだ警察行ってなかったのか。この人の話か。深澤さん何言ってるんですか。この男だったんだ、光一をあんな目に遭わせたのは。俺は絶対に許さんからな。ちょっと落ち着いてください。昨夜も言いましたけど、もうそんなことしてませんよ。子供クラスなんてそんなことできるわけがない。まだごまかすつもりか。おめえそれでも人間か。どういうことですか。あんた言ってただろ、貯金はゴムで止めるってこいつから聞いたって。貯金は紐で止めるもんだ。だが光一に作ってやったやつだけはゴムだった。間近でよーく見なけりゃゴムかどうかは分かんねえ。おめえ見たんだろ、天狗様の面つけた光一を吸う間近でよ。俺は夢もここに来て白状しろって言ったんだ。宇田川、俺は証拠つかんでたからよ。宇田川さん、お言葉ですけど、その程度のことで犯人呼ばれするのはいくらなんでも。その程度だ。いいか、俺らよ。宇田川さんは嘘なんかついてません。濡れ衣を着せられるのは悲しいけど、誰かのせいにしたくなる気持ちは自分もよくわかるから、ひどいこと言われても糠澤さんを許そうって。この娘何言ってんだ。わかるんです。彼女は、彼女は人の心を見通せるんです。出たらダメだ。返せ。おい、こいつ返せ。人殺しが。こっ、糠澤さん、ああ大丈夫です。ぬかたさん、ちょっと、血圧が上がっただけだから心配いらないって。そうですか、よかった。僕らも少ししたら戻るから、良平君のことはよろしく。はい、わかりました。やっぱり誰かのせいにしないとやりきれないもんなんですかね。あ、53席。ゴビラさん。え？そっか。俺は証拠つかんでんだからよ。そういうことか。先輩。幽霊がいて、それが一気に押し寄せてきて。無理して話さなくていいよ。もう少し寝てよっか。これ片付けてくるね。さんと伝えようとしていたんだよ。先輩、何なんですか一体。これは光一君の霊が実在すると仮定しての話だが、彼は自分が殺された時の様子を伝えようとしていたんだ。え、犯人は天狗の面をかぶった光一君の首を切り落とし、その首を背中に背負ってコンピラ君に向かった。
コンピラさんという言葉と背中に現れる目という二つのキーワードで光一君はそれを伝えようとしていたんだよ。ちょっと待ってください、なんで犯人はそんなことを。コンピラ参りを再現したんだよ。これだよ、道夫君。東海道五十三次沼津コンピラ周りの絵だ。お出身はどちらで。あ、私は静岡です。コンピラは水の神なんだ。そしてコンピラ周りは水難で死んだ者の魂を慰めるために行われた。この絵の通りにコンピラ参りを再現した犯人、水難で愛する人を失った人物、ぬかざわさんもきっと昨夜この絵を見てそのことに気づいたんだろう。そんな、じゃあやっぱり歌川さんが光一君を。いや、明子さんだ。え、明子さんはこの秋吉荘でずっと生きていたんだ。北見君、無事か。良平君はどこに。滝の方に。先輩、あなたは歌川さんの奥さんの明子さんですね。あなたはこれまでもそうしてご主人に取り付いてご主人の体を利用してきた。この滝で命を落とした明義君を弔うために、ぬかざわ光一君の首を切り落としてコンピラ参りを再現したのも、三人の少年をさらったのも明子さん、あなただ。
もう生きていないんでしょうね。どうかその子を返してください。彼は僕たちの大事な友人なんです。あなたは秋吉君と年の似通ったその子を殺めて我が子を亡くした恨みを晴らそうとしているのでしょうが、そんな身勝手なことをもうしてはいけない。愛子さん、もう宇田川さんを解放してあげてくれませんか。宇田川さんは罪を重ねるあなたを止めたい気持ちと、あなたと離れたくない思いの板挟みにずっと苦しんできたんです。もう一度会いたい、もう一度話したい。宇田川さんは今でもあなたを心の底から思ってます。そのことはあなたが一番分かってるはずです。もうこれ以上宇田川さんを苦しめないでください。わかりました。愛子さん、あなたを払います。
向沢浩一君の胴体部分および行方不明の少年3人の遺体は白早川の岩の下から発見された。また秋吉荘の厨房床下から凶器とみられる刃物が押収された。それにしても驚きましたよ。先輩霊媒師みたいなこともできるんですね。ほら滝の上でやってた除霊って言うんですか。あれは除霊じゃないよ、ただの手話だよ。手話？うん。耳の聞こえなかった明子さんには話しかけても通じない。だから彼女の言語である手話を使ったんだ。なんて言ったんですか手話で。あなたのご主人を助けてくださいって。すごいっすね、あの状況でとっさにそこまで頭が回るなんて。でも先生はどうして宇田川さんに明子さんが憑依してるって分かったんですか。根拠は2つある。1つ目はホワイトボードのインクだ。卵残り4個と書かれた文字は明子さんの筆跡だった。その文字をこすったら指にインクの粉がついた。つまりあの文字は明子さんが生前に書いたものではなくつい最近に書かれたものということになる。2つ目は宇田川さんが北見君の前で見せた態度だ。中澤さんが怒鳴り込んできた時北見君は宇田川さんの心を読み取った。その時の宇田川さんは本気で自分は無実だと思っていた。つまり本人の意識とは別のところで宇田川さんは殺人を犯していたってことですか。そう。ただしこれは霊現象ではなく精神病理としての憑依現象である可能性が高い。耐え難い苦しみを抱えた人間がもう一つの人格を作り出して自分を自分でなくしてしまう。それによって抑圧していた不満や苦悩を爆発させるんだ。でも本人には自分の中に別人格がいるという意識もないし、その人格を取った行動も全く覚えていない。いわゆる多重人格ってやつですか。うん。相次いで家族を亡くして弱っていたところに路坂すずさんに死なれちまったショックが最後の引き金になって心が崩壊してしまったのかもしれないね。境界線を越えてしまったんですね。じゃあ背中の目についてはどうなんですか。あの写真の謎は未だに解けてませんよね。少なくとも呪いではないね。路坂さんはよく行きつけのスナックで生きる希望がないと漏らしていたらしい。そして1ヶ月前にツケをまとめて払ってる。その頃にはもう自殺する決意を固めていたんだろう。つまり背中の目に呪い殺されたわけではないってことだ。だったらどうして光一君の目は自殺した人の背中にばかり現れたんでしょう。死の近くにいる人間は死者の魂を呼び寄せやすいという説がある。光一君のケースもそれに当てはまるのかもしれないね。あくまで仮説に過ぎないがね。でもいずれにせよ今回の件で光一君の霊がいたことは実証されたわけですよね。いや実証はされていないよ。なんでですか。僕や良平君は確かに光一君の声を聞いたし、何よりもコンピラマイルのメッセージは光一君の霊が実在したことの証拠じゃないんですか。霊と生きるにはいささか早計だな。君残留思念というものを知ってるかい。これは死者に限らず生きてる人間にも存在するもので、人が発する思考のエネルギーなんだ。今回の件はその残留思念である可能性も否めない。まずはそこから検証する必要がある。夕方来るパートだから晩ご飯チンして食べてね。うん、ありがとうな。こんにちは。あ、どうも。じゃあ、娘だ。出戻りでな。今一緒に暮らしてる。僕白峠で彼女を何度も見かけてるんです。いつも全身白い服を着て。手に何か持ってったろ。はい、四角い箱のようなものと棒のようなもの。ひょっとして銀さんはあの事件で行方不明になった少年のおじいさんでいらっしゃいますか。え、娘さんが手に持っていたのはマスと棒ですね。いや参ったな。あんた何でも詳しいね。いえいえ。お嬢さんは
天狗皿にあったお子さんを白峠に探しに行ってたんですね。天狗はね、マスの底を棒で叩く音が嫌いで、その音を聞くと隠していた人間を差し出すという言い伝えがあるんだ。白い服を着ていたのは我が子はまだ死んでねっていう、まあ娘なりの意思表示っていうか。でも駅員さん、この前はそんなこと。いや、実は私の孫がですね、なんて話してしんみりさせても悪いと思ってな。でもようやく終わった。あとは隼人の孫の冥福を祈ってやるしかねえで、娘も俺もな。あまりお力を落とされないように。落としゃしねえよ。悲しいことは仕方ねえもの。落ち込んだって泣いたってな。ただねえ、あんた幽霊っていると思うかい？いますよ。いるけなら死んじまったあの子にもまた会えるかもしれねえってもんだ。わざわざありがとね。うん、良平君、今回の件は本当に申し訳なかった。うん、体もう大丈夫？うん、あ、俺弁当買ってくる。私が。先輩、責任感じてるんだよ、良平君を怖い目に遭わしちゃったから。怖い霊もいたけど、怖くない霊もいたよ。そうなの？うん、僕が倒れた時体をふわっと受け止めてくれて、僕を助けてくれた霊もいたんだよ。それって前の日に君が見た男の子の霊？うん、女の人。女の人？うん、凛さんにそっくりだった。はい、お待たせ。はい、先輩。なんで弁当4つ？何その顔。ようやく飲むんだよ。どれがいい？あ、お昼もう食べちゃったか。うん、ありがとう。どれがいいか。こっち。はい、君は？ありがとうございます。あのね、うん、僕、良平くん、電車来ましたよ。どれだけ涙を流せば明日が見えるだろう。じゃあまたね、良平くん。元気でな。体気をつけてな。うん、またね。それでも生きてあなた
この番組は自然を自然に健康家族永谷園 NTT ファシリティーズの提供でお送りしました。